昭和3年建築の小田原支店中央労働金庫、英語、中央レイバー,バーバンクは、東京都千代田区に本店を置く共同組織、金融機関であり、日本最大の労働金庫である。2001年4月1日に、首都圏の8労働金庫を統合、合併して設立された。存続労金は、東京労働金庫。営業エリアは、東京都、栃木県、群馬県、茨城県。 埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の1と7県である。2007年7月9日、インターネットバンキング定期預金専用支店である、インターネット中央支店が開業した。国際労働機関から世界で唯一成功している、労働銀行との評価を得ている。名称に、中央が含まれることから、労働金庫のセントラルバンクや、 政府系金融機関と混同されることがあるが、正しくは共同組織金融機関。労働金庫の系統中央機関は、労働金庫連合会である。中央労金以外の他金融機関 ATM にて、現金を引き出しをする際にかかる、現金自動支払い切り用手数料が無条件で、回数無制限で即時キャッシュバックされる。ただし、対象口座は、 普通預金口座とカードローンのマイプランが対象。なお、日本国内の全労金 ATM を利用する場合、時間、休日にかかわらず、手数料不要である。他金融機関のカード利用時は、所定の現金自動支払い切り用手数料がかかる。イオン銀行とも提携しているため、双方のカードで、双方の ATM より出金もでき手数料は毎日、終日無料。 イオン銀行の利用可能時間は毎日朝8時から午後11時まで利用可能。定型金融機関のうち入金ネットに加盟している金融機関で浪金のキャッシュカードで入金取引した場合、手数料は全くかからない。中央浪金にて給与振込あるいは公的年金の受取指定を中央浪金にしている場合に、 インターネットバンキング、モバイルバンキングで振り込みする際にかかる振り込み手数料を日付の早いもの、もしくは取引時間の早いものから1ヶ月につき3回分までを毎月1日より月末までのものを翌月20日に全額キャッシュバックされる。ただし中央老金のシステムで判定できる契約に限る。デビットカードサービスの取り扱いをしているが通常デビットカードで 利用可能なのは普通預金口座で発行されたキャッシュカードのみだが、中央浪金の場合、普通預金口座に加え貯蓄預金のキャッシュカードでも利用可能。利用可能時間は、毎日朝7時から夜11時まで利用可能。ただし1日に利用可能な限度額は、現金の引きで及びキャッシュカード国費での金額を含めて、最高50万円まで利用可能。 身体障害者手帳を保有している場合、新規で中央労金が指定する一部ローン商品を申し込む際に適用される借入金利優遇を行っている。これは中央労金独自の制度。ただし利用可能な人は中央労金で団体会員登録がある勤務者のみ対象となる。ありがとうございます。